それでは3番目に両国から植民地で体験した敗戦から引き上げまでの話をさせていただきます。私は、関東州租借地の大連というところで生まれ育ちました。よく大連で暮らしたというと満州ですねと言われるんですが、満州ではありません。両島半島の日清戦争の結果、両島半島と台湾を日本は得たわけですが、その時に三国干渉で、一旦返したわけですね。その時の両島半島というのは今のいう関東、安島から栄光までの、それこそ両島半島のほとんどの部分だったんですが、その後、三国干渉で返した後、ロシアが、租借したわけです。さすがにロシアもその全部を租借するのはひどいと思ったのか、ロシアが租借したのは今という大連、旅順と、グランテンまでのごく、両島半島の先端だけです。で、そこで、育ったんで、戦前の植民地の生活っていうのは、非常に、豊かっていうよりか、家には毎日のようにその、シナ人、万人って言ってましたけど、万人の戦略おばあさんが家に来ると。それで町にはですね、我々の乗る路面電車の他にクーリー専用車っていうピンク色の綺麗な車が走ったんですね。それは自治校っていう副将コンスが経営してた壁山荘っていうクーリーっていうのは港湾労働者ですね。山東省出身が多いんですけど、そこと、それから成功市っていう中国人街のを結ぶ路線、今でもそこは路線が走ってますが、そこの、走るのにはクーリー専用車っていうのがあったんです。乗っていけないわけじゃないんですが、僕はきれいな電車に乗りたいって言ったけど、絶対乗せてもらえなかった。で、町ではこれ洋車って書くのはヤンチョウって読むんですけど、人力車のことですね。人力車を引く、中国人、シナ人がいまして、大抵それに対して、値段を交渉して値切って乗るわけです。で、それから、あと我々がその都心からちょっと郊外に住んでましたんで、その中嶺島っていう中央公園、今では労働公園でしたかな、そこに中嶺島っていうのがあって、そこには、日露戦争などで亡くなられた方を祀ってあるわけですが、そこで電車が止まると必ずですね、そこで、車掌が号令して敬礼しなさいと、そういうような戦争中の生活でした。で、その19年の冬から、100日祈願というのをやりまして、山を越えてちょっと寒水神社という小さな神社があるんです。そこまで行きました。100日はとても行けなかったので、70日ぐらい行ったら後で大連神社に呼ばれて何かもらった記憶があります。で、そういうふうにして、昭和20年の4月に、昭和国民学校に入ったんですが、そこで、8月9日がソ連が侵攻した時なんですが、父親が、一応兵士で、一応軍事産業に身を置いてたんで、まさか加害には来るとは思ってなかったんですが、8月9日に来て、父親を電車の停留所まで送ってきました。それで何時かワンワン泣いたような記憶があります。それで、ところが幸いにしてすぐ戦争が終わったので、16日かなんかに、軍手軍足手という靴下があるんですよね。靴下にお米をいっぱい入れてもらって、それからパイナップルの缶詰を持って無事帰ってきました。そしたら、それが16日だったかな。その前に、15日に、いわゆる天皇の週ラジオ放送があったわけですが、その晩小学校にみんな呼び出されまして、その頃、あったわけですね。法安殿のところに天皇陛下の写真かなんか置いてあったんだと思いますが、それを燃やすのを、立ち会いました。で、今でもそこの校庭でですね、赤々とその火が燃えてるのを覚えてます。そうこうするうちにですね、ここでそのやっぱり22日だったと思うんですが、ソ連の戦車隊が、進駐してきました。でその日の、それで近くの山中っていうところに入ったんですが、
もうその日の夕方からもう強盗、通じ強盗が頻発していろいろやられました。で、それでここに大日本帝国の崩壊って書いてましたけども、実はそのそういう状況で今度その、国とか行政機構とかなんかいっぺんになくなるっていうのはどういうことかっていうのは、日本とかなんか日本国内とかなんかとは全然違う経験だと思います。それで、この、加藤清文さんってあの本州の歴史とかなんかいろいろ研究されている、文学研資料館の受教授の方がいらっしゃるんです。彼にその大日本帝国の方、大日本帝国崩壊っていう本がありまして、いろんなそのタイプ、我々のいたとことかいろんなところで、崩壊した時にどういう対応があったかっていう、なかなかいい本が出てますが、それからちょっと借りたんですが、その国がなくなるってことはどういうことかっていうのは非常に、多分日本国内におられた方とはあんまりわからないんじゃないかと思う。とにかく要するに何もなくなるわけですよね。で、ところがですね、不思議なことに学校はですね、10月から再開されたわけです。で、それがどうやって維持したかよくわかりません。誰が給料払ったかもわかりません。それからインフラもですね、ガスは直ちにダメになったんですけど、電気と水道はほっと交通機関はちゃんと動いてたわけですね。で、その辺も非常に不思議なんです。どこに、水道代とか電気代を払ったかっていうのはなかなかわからないんですが、とにかく一応インフラは維持されて、それで学校も再開されて、それで私どもは、1946年の12月までちゃんと教育を受けまして、その時に修了証書をもらいました。それは学校の名前は当然日教学校初等科っていう名前に変わってまして、それで2年修了証書をいただいたんで、日本に帰ってきてうち3年に住むことができました。で、その日付がですね、民国35年になってるわけですね。だから、これは辛亥革命を元年としてちょうど46年民国35年にあたると思いますが、そういうのが出されました。で、とにかくインフラはインフラとか教育機構がとにかく、維持されたっていうのは奇跡的なことではないかと思ってます。だから3番目に、じゃあソ連軍占領下の生活はどういうことかというと、まあ昨年に非常にその、どこの軍隊でも同じかと思いますけども、すぐもう将校クラスから、強盗とかホールドアップするわけですね。で、一方その中国人はどちらかというとその歓迎してると、それでソ連軍関連のためにその杉の葉っぱかなんかでアーチなんか作って、それでまた正月になると、中国人は高橋踊りなんかをやってました。それで通貨がですね、当時、日本銀行券と朝鮮銀行券と満州中央銀行の通貨3つ通用して、ずっとその通り通用してたんですが、ソ連が軍票を出しまして、今でも現物持ってますけども、それが、単純な色の軍票になりまして、それが流通するようになって、それで、インフレが起こったわけです。で、それには一切の支払いはこの軍票を使えと、それから、軍事法規によって2000冊は罰せられた、そういう文言が書いてます。中国語で書いてます。で、我々の生活はどうしたかというと、もっぱら物を売って食いつなぎました。で、うちはそんな心臓は弱かったのか、人に頼んでですね、1、2割の手数料を上げれば、売ってきてくれるというんで、売り食い生活をしました。私が持ってたいろんな高価な、電気機関車とか、模型の電気機関車とか、父親が持ってたライカのカメラなんかを売って、とにかく食いつなぎました。で、一方ですね、皆さんご存じと覚えていらっしゃる方もいると思うんですが、浜崎真嗣さん、ついこの間まで全て の最年長記録を持ってた人が、この人がですね、難民救済のための、実マンセンターの大連実業と満州クラブっていう満州の野球部と、それから大連実業団っていう、民間企業の集まりの、試合を開催してですね、そのお金を難民救済のために出したと。で、だから一方物質
としては非常に豊富で、あの今でも思いますけど、硬式野球のボールとか靴とか革靴とか運動靴とか新しいのがいくらでもお金さえ出せば買えました。今でも覚えてるのは、あの街中に行くとですね、200円出すと大きな栗まんじゅうが買えたんで、いつか引き上げまでにあれ買って食べようねって言った覚えがあります。で、そうこうするうちにやっと、今年の4月に放映になったあのどこにもない国っていう引き上げが実現するまでの苦労話が、あのテレビで2回にわたって放映されましたけども、あの、まあ、いろんな右翼曲折があって、やっと、まあ、あの中共と国民政府とソ連の綱引きとかいろんな関係で経営遅れたんですけど、昭和21年、つまり1946年の12月に引き上げが始まりました。でその間ですね、ちょっとこれが一番言いたいことなんですが、その引き上げ、日本人引き上げ対策協議会っていうのができて、それからその裏にですね、日本人労働組合っていうのが出てきたわけですね。その労働してないのに労働組合ってもおかしいなと思ったんですが、これを組織した人たちが非常にその、まあ、日本人いじめっていうか、をやって、今でもその評価についてはさっきの加藤先生も含めて、意見が分かれるところです。でこの組合が、我々も、まあ、どちらかといじめられまして、人民裁判にかけたりお金を取られたりということがありました。でお金はですね、領収書が今でも残ってますけども、名前は時剛って帰国をあの共産党の赤旗局長になった人の名前になってますね。でただしそれは在外公館が借りれた扱いになって、多分日本で返してもらったと思います。で一番ひどいのは、そういうそのソ連軍機を日本に持ってから持って帰っても使えないよって、だから全部置いてけって言って騙したわけですね。で置いてって自分たちで後でいろいろいい目をしたわけです。で、実はそんなことはなかったんです。で私は靴下の中に1人1000円ずつは変えてもらえるって情報があったので、私の靴下の中に5人家族分入れて、帰りました。それでバレなかったんです。でまあそれで引き上げが、2月の最初は10日ぐらいだったり予定だったんですけど、突如として、あなたの家はまだ返せませんと。で、で10日間あの理由もなく延期されて、その時は本当に飢え死にするかと思いました。で一方ですね、そういうふうな、まあ、どちらかというと、労働貴族的な生活をしてた、彼らは引き上げ戦の中でかなり、報復にあったんです。報復があったのは事実なんですが、玄界灘に投げ込まれた人がいるっていうのは、おそらくこれはデマだと思います。で一番ひどいのはこの連中の、実名も死んでるから挙げてもいいんですけど、指導成林さんとかさんつける必要はない、指導成林とか、の一橋の教授になった、野村和夫とか、この辺が組合の幹部だったわけですね。で、それがですね、本にその引き上げ戦の中で引き上げ監督官が陣地報復を奨励したというような本を書いてるわけですね。そんなことは僕は絶対ないと思うんですね。引き上げ監督官やってた人にも そういう事実はあったかというとないって言ってました。それで映画監督の岩波映画作ってる畑なんとかさん、女性の監督いますよね。彼女にその大連会の会話があった時に本当ですかって聞いたら、彼女は口をゴムゴムやって答えてないんです。でそういうその日本人が日本人をいじめるっていうのがやっぱり一番私は良くなかったんですよ。で日本人の弱さがこういうところに出たなと思ってます。でその後、二度と来ることはない、行くことはないと思ってたんですが、その大連ってところへすぐ5回行って、最後には、今年の5月に来ました。もうこれでやめる、もう終わりにするつもりなんですが、やっぱりなんとなくいいところなんですね。その、10人ぐらいグループ作って、向こうで、毎年同じ、旅行者の中国人の人が世話してくれるんですが、やっぱり、そうですね、私がやっぱりこの土地は日本人が一時的に借りてて、その時間も借りてた時間、借りてた場所ではないかなと思うのが、率直な感想です。まあ、こんなところで、あとご質問があれば懇親会でお答えします。では、